リーダー、リーダー、リーダー、やりたいだけや、やりたいだけさよなら。コーリーダー昇格祭密着取材最終話、来場したお客様に感謝のスピーチをするコーリー。彼はこの後涙を流すことになり、この時は彼自身まだ知る由もない。全てのキャストが全力で臨み、成功に向けて走り抜けてきたこの日、その努力は涙の理由とともに今回のラストシーンへと収束する。はい、いよいよ最後のシャンパンタワーです。はい、そうです。酔ってますか今？いやいやいや、もう僕はお客様すべてに酔ってますよね。もう女の子に酔ってます。リーダーになって言うことが違いますね。いや、その本当に、本当に皆様ありがとうございます、本当に。いやー、最後は、ここはさっきりしておりますんで、頑張ってください。任せてください。俺がホライズンや。ミスターホライズンって呼んでください。ここからは、この日のメインイベントである、シャンパンタワーが始まった。なんとなんと、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 こう、はい、みんな昇格ということで、昇格で、シャンパンタワー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 、やっていきたいと思います。やったー、全員出ますよ、本当に。あざっす、やったー。こうやって写真聞いてね、いつも自分の仕事よりも従業員のことを思ってくれてて、なおかつこうやって行動を動いてくれてる、こうだからこそできたことだと思います。おめでとうございました。日々二人で話すこともあったし、すごく大人な意見を言って、感情の言わない大人なこそです。これからはね、ホライゾンのエースになれるように、看板になれるように期待してるんで、頑張っていてください。おめでとう、おめでとう。大好き大学の一言です。3、2、1。今後のこの香川の野生児を見てるよ。よいしょ。コウがシャンパンを飲むキャストを指名する。彼の中ではもうすでに決まっているようだ。そうね、ね、やっぱりオープンスタッフから支えてくれたということで、やってるの。やっぱりこいつかいないぞ。いないぞ。ヤフミで。ヤフミ、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 ヤフミ。同じ同期の先生からも一言いただきたいと思います。よいしょ。じゃあ食べまで3、2、1。いや、もう2人になっちゃってて、いやもう一生懸命なんか大変な時期もあったりして、はい、お互いなんか頑張ったりとかいろいろあったりありましたけど、泣いちゃうちょっとすごい、なんか最高、最高です。よいしょ。ヤフミ、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 シック、サンク、アルゾン、アルゾン、フミニ、ワトンさん、シック、サンク、アルゾン、アルゾン、ハリスの王子、ヨーゾンさん、ウィアフレンション、ウィアフレンション、トクロー、トクロー、止めて、止めて、もう一回シック、せーので、アルゾン、ありがとうございます。おめでとうございます。そして長い一日が終わった。ここモザイクです。モザイク、モザイクの来月テーブルタワーです。モザイクなんです。新しいなテーブル映さないでください。ダメです。これです。これイベントのオチなんですか。ほらほら、ほらほら、おいおい、テレフリーですか。お疲れ様です。コーリーダー昇格おめでとうございます。おめでとうございます。
未経験で入店して半年で、ね、こんな素敵な、ね、昇格祭ができるっていうね、いいお見本になったと思うんで、みんなも頑張っていきましょう。はい、はい、お疲れです。はい、いや本当そうで、オープンからまあこうは頑張っているんだけど、俺は昇格祭の時にシャンパンタワーなんてやったことないけど、これは結構異例で、すげえ頑張ってるから。やっぱここに比例して頑張っていくようにみんなで頑張りましょう。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。コーリーだ。おめでとうございます。一日お疲れ様でした。やっぱりね、みんなその入店当時からお世話になった人だからさ、ね、まあ敬意表するわけじゃない。まあ言葉ちょっと硬すぎるかもしんないけど、やっぱ帰り際でも何でもいいからさ、ね、お疲れ様です。後で一言 LINE 入れといても、起きてから多分もう記憶ぶっ飛んでるだろうから。ね、一言とみんなで言ってあげる。はい、ね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここはね、個人的に先月の個人ミーティングかな、自分チーム一緒だから僕はあの昇格祭することになったんですけど、タワーをしてみたいですって自分に打ち明けてくれた時に、まあ、彼の中での先月の目標であって、そのために多分彼なりの努力したと思うし、それがやっぱ結果に結びつくことになったし、こうやってね、素晴らしい一日になったわけだし、掲げた時に何かを目標を立てるってことだったら、日々みんなもしそうなことだし、もちろん自分も目標を抱えてるし、俺自身もね、だからこうしたいとかやるんであれば絶対目標を掲げて、それに向かってさ、あの突き進むってことはやっぱり日々大事なことだと思うので、みんな目標をまず抱えてみよう。はい、はい、そこから始まるんで、おめでとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、はい、どうし、おめでとうございます。日本っす、仕事なんですけど、言うと、まあ、僕の中では成功だと思ってます。ありがとうございました。おめでとうございます。まあ、本日ちょっとオープンスタッフからの仲間っていうの役員とか、まあ、幹部の方なり、まあ、経営者に頼ってしまった部分があります。ただ、やっぱりみんなが盛り上げて、お客さんを読んで、もうゆうちゃんもそうですし、こうやってやっていただきたので、すごい感謝します。僕ベロベロでちょっと言葉にはできないですけど、本当に心の底から感謝してるんで、ありがとうございました。おいついに完結したコーリーダー昇格祭密着。次週からは新展開。先日バースデーイベントを終えた夏希代表、そのルーツに迫るため、以前在籍していたお店ロマンス内に初めてカメラが潜入。自身のルーツをカメラの前で語ってもらった。ホスト TV のカメラが入るの初めてです、ここ。そうですね、はい、よろしいですか。はい、お願いします。